えそれではゲストをご紹介します。元中韓国特命全権大使の武藤正義さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。武藤さん、まず今日のムンジェイン大統領の会見の内容ですが、どのようにご覧になりますか。あの一般の日本人にとって全く受け入れられない会見ですよね。うん、でムンジェイン大統領の独特の独善、うん、これが極めて色濃く出た会見ですよね。うんうん あの日本が政治問題化すべきじゃないと言ってるんだけれども、はい、そもそもこの問題というのは解決済みだとしていたのを持ち出したのは韓国側でしょ、うん、どちらが政治的に持ち出してるんですかね、うんまあ、日韓両国が知恵を出し合うべきということも言ってましたけれども韓国側がやるべきことですよ。うん きあ,あの行われたムン・ジェイン大統領の会見については後ほどまあ映像をもう一度見返した後にじっくりと伺っていきたいと思いますけれどもまあ最近の,その日韓関係の動きについてここでもう一度ちょっとおさらいしておきたいと思うんですけれども1つ大きくあるのはその韓国 韓国軍の艦艇によるレーダー照射の問題というのがありますで、最近の動きを見ますと1月2日、えー、韓国の国防省が自衛隊機が低空飛行したとして日本に謝罪を要求しましたその後4日には日本側の映像 日本の,あの防衛省の方がそが証拠となる映像を最初に流しましたけれどもそれに対する反論映像というのを出してきたということで、まあ、それをまた8カ国語に翻訳した形の映像というのを作って公開しているということなんですけれどもでもう1つその元徴用工をめぐる問題では8日に裁判所のほうがその新,手新日手墨県の韓国内での資産の差し押さえということを承認したと。 いうことで、まあ、次々とまたその日韓関係がえ悪化するようなえ状況がえ今、生じているわけですけれどもこうした最近の動きをご覧になって武藤さんいかかがですかあのレーダー照射の問題にしろね私はあの最後の提言で事実を事実として認めるって書,いた書きましたよね。はい 要するにね誰が見たってね軍事専門家であればレーダーを照射したってことが歴然としてるわけですよ、はい、これは疑うべき余地はないわけですよ、うん、それをねあの事実を歪曲して、うん、ででまた日本に対して反撃してくる、はい、こういう誠意のない態度っていうのはね とね、日本としてもどうやって韓国と付き合っていいのかなっていう気を起こさせますよね、うんうん、私はあの40年間外務省生活をして、はい、韓国との関係は日本の外交のある意味で資金石で、はい、韓国とうまくやれば日本の外交はうまくできるだろうっていうことを先輩からもルール,ル言われて<ー>韓国との関係でヒッチを起こさないようにずいぶん努力しましたよ。はい、そのたためずいぶん譲ってきました、うん でその結果、ね、日本は何かあれば譲,った譲,った譲るだろうというような、ねうん、そういう妄想にとらわれたのが一時期ありました。ーはい、でもイヤーフの合合意2015年、はい、これは相互に譲り合いました、うん、やっと、ね、日本もあの一般の国同士の関係を韓国と結んだなと思ったらムン・ジェイン大統領がひっくり返して、はい、しかもひっくり返した時には今まで、 両国間が認め合っってきた事実を全部ひっくり返ししるわけでしょ、うんはい、日本はねあの、日本国政府はね、事実をねじ曲げることはしないですよ、うん、自分たち都合が悪くても、うん、不都合な真実でも認めてきましたよ、これまで,、うんうん、で。もし事実を曲げたらね、マスコミから徹底的に叩かれたでしょ、うん、こうでなきゃいけないと思いますね。うん まあそのあたりその韓国政府の最近の対応も含めて、まあレーダーの照射の問題と、まあ元徴用工をめぐる問題、また他にもいろいろありますけれども、この後じっくりと伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい。はい、今のニュースにもありましたように、今日韓国のムンジェイン大統領が年頭会見を行い、元徴用工の問題について記者からの質問に答えました。まずその様子を VTR にまとめましたのでご覧ください。우리국내정치에대해서도외신도관심있어요 예. 그러면 외신 저 가운데 있는 분 한번 물어보죠 어. 감사합니다 여러분 전부가 <laughs> 그 한일 청구권 어, 협정에 협조, 어, 기반해서 어, 한국 측에 에, 합의를 요청했습니다 이에 대해서 어, 대통령님은 어, 어떠한 대응을 고려하고 계십니까 그리고 어, 대법원 판결에 관여해서 어, 아직 한국 정부는 그 구체적인 대응책을 발표하시지 않고 계신데, 언제쯤 발표할 계획이신지 우선은 약간 조금 기본적인 이야기부터 하면, 어... 과거 한국과 일본 간의 어떤 불행했던 그 역사가 있었습니다. 35년가량 지속된 그런 역사입니다. 그 역사 때문에 한국과 일본이 새로운 외교관계를 수립하면서 한일기본협동을 체결했지만 그것으로 다 해결되지 않았다고 라 여기는 그런 문제들이 아직도 조금씩 이어지고 있습니다. 아, 이것은 한국 정부가 만들어낸 문제들이 아닙니다. 과거의 불행했던 그 오랜 역사 때문에 만들어지고 있는 문제입니다. 아, 저는 일본 정부가 그에 대해서 조금 더 겸허한 입장을 가져야 한다고 봅니다. 한국 정부는 그럼에도 불구하고 그 문제는 그 문제대로 어, 별개로 양국이 지혜를 모아서 해결하고 그것으로 인해서 미래지향적인 관계가 훼손되지 않도록 하자고 누누이 어, 이야기를 하고 있습니다. 어, 그러나 그런 문제에 대해서 어, 일본의 정치인들 또 주도자들이 자꾸 그것을 이렇게 정치쟁점화 해서 문제를 더 이렇게 어, 논란거리로 만들고 확산시켜 나가는 것은 저는 현명한 태도가 아니라고 생각합니다. 한국 대부분의 판결에 대해서 일본도 마찬가지고 한국도 마찬가지고 세계 모든 무명 선진국들 다 마찬가지입니다. 상권 분립에 의해서 사법부의 판결에 정부가 관여할 수가 없습니다. 정부는 사법부의 판결에 대해서 존중해야 합니다. 일본도 마찬가지입니다. 일본이 한국 법원의 판결에 대해서 불만을 표시하실 수는 있습니다. 그러나 한국 정부로서는 한국 사법의 판결에 대해서 존중하는 입장을 가져야 되고, 일본도 기본적으로 불만이 있더라도, 기본적으로 그 부분은 어쩔 수 없다라는 인식을 가져주어야 합니다. 그렇다면 그런 상황 속에서 한일 간에 어떻게 지혜를 모아서 그 문제를 해결할 것인가, 아, 한국 사법부가 한일 기본 협정 가지고 아직 해결되지 않았다라고 어, 판단하는 문제들에 대해서, 그리고 그 피해자들의 실질적인 고통들을 치유해 주는 문제에 대해서 어, 한일 양국이 어떻게 해결해 나갈 것인가라고 어, 정말 그 부분에 대해서는 진지하게 지혜를 모아 나가야 한다고 생각합니다. 그런 문제를 정치적 공방의 소재로 삼아서. 未来事案的な関係を結んで、そは、ただにパラムジが持ただと思います。という会見内容でしたが、武藤さん、はまず率直に会見をご覧になって、いかがですか先ほども申し上げたけれども、日本人として全く受け入れられない、あれですよね。 あの彼が言ってることは日本,語の日本側の市長は一切認めていませんでしょ、うん、でこの問題はあの個人の請求権の問題は消滅しているっていうのは日韓のずっとりょあの合意で来てるわけで、はいはい、それをあの最高裁の判断を尊重しなきゃいけないと言ってるけれども、うん、ただあの最高裁の長官を任命したのはムン・ジェイン大統領で、うん、しかも あの最高裁の判事じゃない、うん、あの地方の裁判長を持ってきたわけでしょ、はいはい、意図は分かりますよね、うん、でしかもあのムン・ジェイン大統領というのはもともと徴用工の問題の原告の弁護団に入ってたわけでしょその人が就任100周年の会見で今の大統領と全く違う請求権の問題を解決してないということを言っているでしょ。うんうん、あの ムン・ジェイン大統領の頭の中にあるのは二、ね、つ、一、はい、つは北朝鮮、うん、どうやって北朝鮮と対立しない関係を作っていくか、うん、それ北朝鮮をどうやってこう援助していくか、二、はい、つ目あの、歴史の見直し、石油の生産、うん、歴史の見直しという意味では、はいあの、過去、軍人が政権になってきた、はい、その政策を見直すこと、うん、それからもう一つ、日韓関係を見直すこと。はい であの基本条約、請求権の問題っいうのは両方にかかってくるわけでしょ彼はそれは認めてないんでしょうねうん、うん、だけどね、そういうことをしたらねあの両国間の、ね、安定した関係なんて結べないですよ、うん、あの一方的に、ね、これを、はい、ひっくり返してねャプぶ台返しですか。うん やるようだったの今日の会見、まあ、大まかにその主要なポイントをちょっともう一度、こちらでまとめてみたんですけれども、まあ、そのムン・ジェイン大統領の、えー、発言としては、えーまあ、この、えー、元徴用工をめぐる裁判の問題については、日韓基本条約を締結したものの、すべて解決されなかった問題がまだ続いているとえ、日本は過去の歴史問題に関し、もう少し謙虚な姿勢を示すべきだ。 日本の政治家がこの問題を政治争点化していくことは賢明な態度ではないそして政府は司法府の判決を尊重しなければならないといって、まあ、その日本に対してもその基本的に不満があってもその仕方がないという認識を持っていただきたいということまで言ってましたけれどもこのあたり、そのまあ、まず前半部分ですねその日韓基本条約を締結したけれども 解決されなかった部分があるとまさにその植民地支配の問題について言及しているんだと思いますけれどもここを起点にその今回の,その発言を組み立てているとこれについてはどういうふういふすべて解決したというのが基本条約であり請求権協定なわけでしょ、はい、うその基本を踏みにじっているわけですよね、それからもう少し謙虚な姿勢って上から目線ですよねこういうことを、ね、あの好国に対して言うべきことじゃないですよね。う 今まであの文在寅大統領、最高裁の判決が出てからは、司法の判断を尊重すべきというような内容の発言を記者団にしたということはありましたけれども、公にそのカメラの前でここまではっきりと言ったというのは初めてだと思いますけれども、その三権分立は、他の先進国も含めて三権分立があれば、司法の判断は尊重しなければいけないのであるから、韓国政府はそれを尊重すると。しししかし日本はは不満はあったとしても その司法判断については尊重すべきだということを主張しているわけですけど。この論理、これどういうふうに思いますか。か憲法裁判所とかね、最高裁の判断をどこまでこう、あの。判断するかって問題あると思うんですよね。はい、で、例えば日本の場合だと、あの。その政治的に大きな争点となる問題。はい、外交的に大きな、あの。 争点となる問題、はい、これについては判断避けるケースが多いと思うんですよね、うんはい、で世界各国の最高裁が、ね、どこまでこれを判断するかという問題があるんだけど、はい、だけどあの韓国の,、ね、あの裁判官というのはもともと北朝鮮が、ねはい、あの優秀な学生に対してお前、裁判官になれって相当やってるわけですよ。うん だからそういった人たちは結構多くて、はい、そして左翼政権の時にあに最高裁の,ちょあの裁判官になった人たちは結構いるわけでしょ、うん、そういった人たちが、ね、一方的に、ね、日韓でもって長年かけて築き上げてきたものを、ねうん、十数人の人がこれをひっくり返すというのは、ね、本当に最高裁として適当なのかどうかというのは,これは。うん やっぱりもう少し考えていってもいいんじゃないかと思いますけどね。あの,今日の会見の映像、先ほど、まあ、そのこのも元徴用工をめぐる質問の部分全部、えー、ご覧になっていただきましたけれども、まあ、その最初その、指をさしてその記者を当てて、でまあ、日本の記者がその質問して、最後に、いや、実はそのあなたではなくて、その後ろの人を当てたんだけどもということで、実は 日本の記者に当てたくなかったんじゃないかって見るようなシーンもありましたけれども今日は日本の問題を避けたかったんじゃないでしょうかね。あの私はね、ムン・ジェイン大統領があの未来志向の関係と言っているムン・ジェイン大統領は、ね、日本との関係をあえて悪くしたいと思っているわけではないと思うんですよ。うんだけど彼のやっていることはね、はい、信条彼が信条でもってやっていることはやっぱり反日なんですよ。うんそれで日本がどんどんん ししてるでしょ、はい、こ,れでこれに対して、ね、彼にとっては相当想定外なんだろうと思うんですよ、困ってるんだろうと思うんですよ、その気持ちはね、今日の会見、相当出てると思いますね。だけどね、えー、日本としてみれば、どうやって解決するかという部分については、ムン・ジェイン大統領、会見の中では、例えばその韓国側が検討しているとされる、 あの独立して新たにまた財団を作ったり、その基金を集めて、まあ、そこから支援するという案については、 まあ今、捜査が行われている状況なので少し整理されてから判断すべきだという発言をしてますけどもまあ捜査というのはいわゆるその韓国の朴槿ああネ政権の時の,その司法のトップがどうもその判決を遅らせていたんじゃないかということに対する韓国内での司法の捜査というのが行われているということでその結果を待たないとそういう判断もできないということを言ってますけれどもまあ,ある意味、時間が経たないと何かしらの解決法は出てこないというふうふにも取れる発言です。けれれどもこれについて どういう,ふうに受けてますかあのそもそもそれが司法への介入でしょ、うん、最高裁の長官だった人たちにもう逮捕する,かとするかしないとか言ってるわけでしょ、うんはい、で介入すべきじゃないと言いながら自分が介入してるわけです、うん、それが文在寅大統領。まあ、ちょっとね、そこまでいくと何をか言わんやって感じがするんじゃないですかね。うん 今日本政府はです、ねそのまあ、日韓請求権協定に基づいて、まあ、その協議、そして仲裁委員会、そして最終的には国際司法裁判所と、まあ、いろんな段階がありますけれども請求権協定に、えーまあ、紛争が生じた場合の解決策として決められている。 協議というのを韓国側にに正式に要請しましまただ、えはい、その辺りの動きちょっと見てみたいと思うんですけれども、はい、菅官房長官は9日、極めて遺憾である政府として事態を深刻に捉えているといって外務省、まあ、秋葉外務次官が駐日韓国大使を呼び出す形で日韓請求権協定に基づく協議というのを正式に要請をしました。で 10日の段階で、えー、今日の段階で菅官房長官は現時点では韓国側からこの協議要請に対する回答は来ていない、引き続き適切な対応を求めていくということなんですけれども、まあ、韓国側は今日この対応についてはまだ検討しているということのようですけれども、じゃあ、韓国がこの協議に応じてくるかどうか外交部では応じるというようなことを言ってるようですよね、あの私はそ,れそこは応じる可能性あると思うんですよ、ただそれはね。はい、要するにあの 韓国側としては問題解決しないということを日本に言う場とするだけの話でしょうね。<ー>で、本来ね、はいあの、日本が言ってるように、これは韓国国内の問題だということであれば、はい、やっぱりねあの、韓国の世論が、ねはい、あ,のあまりその日本に対して何か要求するというのはこ方向に行かないように、やっぱりこれ、韓国政府が個人保障すべき問題なんだとかね、うん、いうことをもっと言うべきだ それからあのその元徴用工の人たちの苦しみとか、ね、悲しみに寄り添って、ねはい、あ行くべきだなんてことを言って、ね、世論をこう鼓舞する話じゃないと思うんですよ。うん、韓国が、ね、今まで日本と交渉するときは、ね、常に、ねはい、あの国民世論をた、ね、きつけて、うん、その圧力のもとで日本と交渉してきたんですよ。うん、やってることも同じなんんですよだだから強くく出てろううと思んですよ。 であの財団を作るという話についても、ね、はい、日本はとてもじゃないけど応じられないんです、応じられないでしょ今まであの日韓がお互いに合意してやってきたというのは、はい、この前の慰安婦の合意が初めてなんですよ。うんはい それをひっくり返したわけですよ、うん、で今回の場合は、ね、いわよりは,はるかに無、ね、耐な要求をしているわけですよ、うんで。これでまた妥協したら、ね、未来永劫を日本は韓国に妥協し続ける。うん、だけど日本は韓国を植民地したんだから未来永劫を韓国の要求,要求し続けろというのは今のムン・ジェイン政権じゃないですか、ね。うんうん まあ、あのもう一つ、日韓関係の間で重要な争点になっているレーダーの照射問題もありますけれども、うん、この後のコーナーでまたそれについてもじっくりと伺っていきたいとい、はい、さて、日韓関係が大きく冷え込んだもう一つの要因、えー、韓国観点によるレーダー照射問題についても、この年末年始、動きがありました、こちらです。昨年12月28日防衛衛省がが自衛隊機が撮影しししたた映像を公開しました これに対して年をまたいだ今月2日韓国国防省は自衛隊機が低空飛行をしたとして日本に謝罪を要求しましたさらに4日韓国側の正当性を訴える反論動画を公開しその後合計8カ国語の映像を公開しましたそして8日には岩谷防衛大臣が、えー、は韓国が公開した動画について 音楽を使ったり合成画像を使ったりしていたのには正直驚いた互いに火をかけた状態で電波情報を交換することはあり得ると発言しました武藤さん、この問題に関して、まあ、現地メディアそして韓国の世論は今どういう状況なんですか。あのややっっぱり韓国政府はこうてて発信してるから それをかなり信じてるっていう側面はあるでしょうね。はい、だけどね、そんなに僕は関心ないんだろうと思うんですよ、<ー>むしろ日本の方が関心が大きいんだろうと思うんですよね。 8か国で映像公開って、えー、よくも恥も外聞もなくそんなことやるなと思いますよ <laughs> しかもほとんどの映像は日本の防衛省が作った映像を、はいこれね、専門家を見れば一目瞭然わかるんですよただみんな、ねうん、日韓の間のことだからってアメリカはなかなか言わないけれども、うん、アメリカだって呆れてると思うんですよね。 あの日本が先にこれを政治問題化したそのことについての批判っていうのが結構韓国から出てるようですけれどもそれはあの防衛省の方々もあの OB の人たちもね、はい、やっぱりこういうの防衛当局間で話し合いで解決すべきだっていうことを言ってるし、うん、私もその通りだと思うんですよ、うん、だけどねそれができない国だから問題だっていうことですよ一言で言えばね。 5分間ににわたたっってて断続的してに勝者したっていうんでしょ、はい、もし間違いであったら途中でやめてますよ意図的にやってるからねここういういとになるんですよ、まあ、まさにその艦隊の艦艇の,その司令官が許、ま、可、あ、しないと普通は照射、えー、レーダーというのは出さないということのようですけれどもじゃあ実際にそのレーダー照射があったのかどうか、まあ、韓国側の説明は2点3点してきたわけですけれども岩る防衛大臣はその互いにマル秘指定をかけた状態でそのデータのその 電波,上電波の更新データを交換することもやぶさかではないということで韓国側に打診しているんですけれども韓国側は一部報道によるとどうもその,そのデータ情報を交換することについても受け付けないと拒否するという姿勢なのようですけど自分たちの,まちあの間違いを認めなきゃいけないですん事実を事実としてまとめないでね、ま、とあの認めないでね、はい、両国間のきちっとした関係なんて結べないですよ。う 実際このレーダー照射の問題、もほとんどその上げた拳を振り下げられなくなっているような韓国の様子も見て取れるんですけれども、じゃあ、どういう方向にこれから向かっていくのか、このあたり、結局、韓国が認めずに平行線をたどっていくんでしょうね。う ずっとこの状況が続く続くんでしょうねう要するに事実がどうであったかという解明はそれほど韓国側もう関心がもうないととにかく自分たちの非を認めないためにどうするかそれししかか考えてなないいんじゃないでしょうかね、うん、あの韓国側の言い分が、まあ、かなりその低空飛行をしたっていう批判は、まあ、最近になって韓国側はしてますけれども。 当初はその北朝鮮の船舶がその遭難していてそれを捜索するためのたくさんのレーダーを照射しているそのうちの1つだったんじゃないかという説明をしていたこの辺りがかなり変わってきているか変わってきて,るんだから嘘だっているの変わってきていることに対する韓国内の例えばメディアとかその政府の説明が違うんじゃないかという批判が出たりしないんですかね韓国の中で今のムン・ジェイン政権のもとだったら叩かれますからね。 あだって最高裁の判事だって叩かれてるわけでしょ、うん、今の政権何やそれからあのその携帯を持って行っちゃったりとかね、はい、相当あの独裁的な政治をしてますからね、うん、だから何やられるか分からないから、あんまり変なこと言えないんでしょうね。うん あと記,者記者会見の中ではです、ね、北朝鮮についてもムン大統領を発言しているんですけどもそれを見ていきたいと思うんですが、えー、こちらです、えー、金正恩委員長の訪中は米朝首脳会談が近づいた兆候だと再会談は朝鮮半島の平和を強固にする転換点となるケソン工業団地とクムガンサン観光の再開は南北双方に利益となる対北朝鮮制裁問題を早期に解決するためアメリカなど国際社会と協力していく。 金正恩委員長が表明している非核化は国際社会が要求している完全な非核化と全く違わない、平和協定は国連軍加盟国の関与が必要だが終戦宣言は南北間だけでできるということで、まあ、この発言の内容を見るともう北朝鮮はすでに非核化きちんとやってるんだとでもうそろそろ制裁問題を早期に解決しなきゃいけないと、かなりちょっと前向きになっているような印要するにキム・ジョ金正恩委員長の報道官、ムン・ジェイン大統領ですよ。う もう北朝鮮の言い分をただ代弁してるだ,けだけですよあ<ー>あの北朝鮮がどういう国か、はい、非核化するかしないか、あの夫婦の間だったらお互い信用しないでもって、密告させてる国ですよ、うんうん、それだけ人を信用してないんですよ、うん、そういった人が、ね、アメリカが、ね、体制戦保障するかといって非核化するか、すると思います。 それからもし、非核化した場合にはあの今までみたいにあの北朝鮮は注目してくれなくなりますよ、うん、もっと叩かれますよ、非核化しますかね、うんあの、やっぱりそういう現実をきちっと見なきゃだめですよね、うん、それからあの韓国ではよく北朝鮮は同胞である韓国を攻撃することはないだろう、うん、同胞に対して銃を向ける金正恩政権ですよ。うん 兄貴をサリンで殺害する金正恩政権ですよ、うん、同胞に対して銃を向けないなんてことはありますかね、うん、そういうことを、ね、もうちょっと客観的に見た場合に北朝鮮の体質がどういうところか分かるわけですよ、うん、で今やろうとしていることは、ね、なんとか制裁を解除させようということを北朝鮮やっているわけです、うん、それに乗っかっているのがムン・ジェイン大統領、うん、こういうことだと思いますね。ねあの確かかにあの緊迫した戦争がいいつ起きるかっていう そういった緊迫した状況は今は随分落ち着いていると思います。うん、だけどその間に核ミサイル開発がどんどん進んでったら状況はむしろ悪くなっている、はい、どうして考えられないんですかね。うん、でここでちょっと視聴者からですねメールで質問が来ていますのでちょっと紹介してみたいと思うんですけれども。はいえー、山梨県の60代男性からです。今こそ行動でしょう。帰り地を浴びない外交戦争はない。米中がまさに今手本を見せていると思いますか。 これは徴用工の問題についてということで、でね、<laughs> あの日韓関係はやっぱり大事な関係なんですよ。うん、で、韓国と日本のぼ貿易を見るとね、日本の輸出が韓国の対日輸出の倍ぐらいな倍以上あるんじゃないかな。うん、それから観光客だって八百万人来てるわけでしょ。うん、で、日韓っていうのはやっぱりこの地域の安全保障にとっても非常に重要な関係で。 本来ね悪くしちゃいけないんですよ。うん、で韓国の人たちはねあの日本との関係を悪いかつっ,ったらね、うん、シャチャーチョアレー悪いと言ったとしてもねそれはあくまでも政治歴史をあの政府がいろいろ言っているから、うんうん、そういうふうに思っただけでね、はい、本当は日本が好きなんですよ。はい、でなかったらこんなに来ないんですよ。<ー>で日韓関係は歴史的に見れば無足韓国の対日干渉って良くなってるんですよ。七十五年私は韓国に初めて行きましたけど。 あの日本旅行した人はね帰って日本はこうだったって言えなかったって言うんですよ。<ー>親入だって批判されるから。うん、今みんな来てね日本良かった良かったって言ったんですよ。だからねムンジンが大統領が問題なんですよ。まあただこの元徴用工をめぐる裁判の問題ではすでにその原告側がその。 まあ、日本企業の資産の差し押さえということを申請して、はい、それを裁判所が承認しているということでもう実際に差し押さえの作業が始まってるわけ,ですけれどもまだ売却までは申し立てはしませんが、ねね、もしそうなった場合にはそれは、ね、あの国際司法裁判所まで申し立てなきゃいけないでしょうけども、うん、ただ韓国は乗ってこないでしょうね、うん、そうした場合に経済装置的な措置というのこともよく言われてますよね、はい、だけど日本も返り中確かに浴びるんですよ。 あそれからね、ムン・ジェイン大統領の間は、ね、日韓関係、これは非常に難しいと思います。<ー>だけど、ムン・ジェイン大統領は変わればね、また日韓関係がガラッと変わるんですよ。うん、だからね、決定的に悪くするようなことは望ましくないと思います。あ<ー>だけど、あの日本のに対する、ね、被害をできるだけ小さくして、かつ韓国側の反省を求めれためには何したらいいかということはね、日本政府はいろいろ考えてると思いますよ。うん 私は聞いてませんけどの例えばその国会議員の、まあ、特に自民党の議員の中なんかではです、ね、その元徴用工のこの裁判の問題の解決のためには、経済制裁みたいなものも考えた方がいいという意見が出たりとかです、ね、あるいはその、まあ、就職なんでその、まあ、就職先を日本企業に求めている韓国人の若者には大変申し訳ないけれども、もう採用をストップしたらどうかとかです、ね、そういう意見も出ているという話は聞きますけど、そういうことは解決策としては考えられますか あまり効果がなないいんじゃないでしょうかねうあ,の効果あるという意味,意味ではね部品、素材を輸出、輸出を止めたら、ね、韓国政府が干がって韓国経済が干がっちゃいますよ<ー>だから、本当にそれがいいのかね、うんやっぱり日韓、その短期的にムン・ジェイン大統領の今やってるようなことを、ねはい、一歩でも譲るべきじゃないと思いますよ。う 既然と対応しななきゃいけないけななだけどね、中長期的な日韓関係をどうするかということを考えながらね、はい、北朝鮮あ、韓国に対する対応というのは考えていかなきゃいけない、うん、これはね、あの私がああだこうだって意見を言うよりも、日本政府として、エイチを集めてね、はい、きちっと対応策を考えるべき問題だと思ってます、うん、最終的に、この、まあ、元徴用工の,この差し押さえという事態に今、至っているわけで、うん、当面、この問題を解決する、じゃあこう、 解決法もうなかなか見当たらないってことですか見当たらないですよね。だから突っぱねる以外はないんだけど、そうすると差し押さえがどんどん進んでいくわけでしょ。うだからそれに対してまあ経済的な措置とかねいろいろ言われて、はい、これはね本当にあのエイを集めて考えるべき問題だと思って、一人の二人の人がねあの気まぐれで言うような話ではないと。なるほど。視聴者からもう一つですねこういう質問も来てるんですけれども。 日本の取るべき道はムン政権を見限って政権交代後に日韓関係正常化を目指すことではないでしょうかということなんでムン・ジェイン大統領も、ね、日本に対するあの取り組み方を変えてくれればそれでいいと思いますけどね変えてくれなかったらやっぱりあの日韓関係改善の糸口ってなかなか見出せないでしょうね。 うん、未来志向といったって、それは都合のいい未来志向であってね、はい、でやってることは、ね、基本的には反日行動を取ってるわけですから、うん、反日を意図しないにしても、はい、日本の人たちにとってはとても受け入れられないことをやってるわけですからね、うん、これじゃやっぱり、なかなか展望は見えてきませんよね、うん、だから日本の記者に対して質問させたくなかったんじゃないですか、ねうん、なかなか解決の糸口が見い出せない状況がまだ続きそうですね。はい はい、武藤さんのご出演はここまでとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。